こんばんは、南翔です。お好み焼き、あ、締めにね、青森ね、で、まあ、家に残ってるからね、まだなんかもったいないしな。あの、沖縄行ったら飲めるし。どうもです、どうもです。俺のこのこんばんは南翔ですもん、あのキリンですっていうやつと一緒やな。また沖縄行きますよ、行きます。あの乗り継ぎなんでね。で、乗り継ぎのあの便も時間が全然合ってなかったんで、で会社も違うんですよ。あの関空から、那覇と、那覇から、まあ、バンコクのスワンナプーム空港行きが、ね、違うんですよ。だからあの一泊二日でっていう感じ、それなんですよね。そうなんです、そうなんです。ヒラニーさんは、タイでタクシーに乗ろうとしてたらタイ人の知り合いの車に乗れ乗れっていう、あで乗って大通りに出て、最近ブレーキの調子が悪いこれもすごいなとか言い出した時は、あれはタクシーに乗らせてほしかったそれはきつい。しかもタイ人が言うとだいぶ悪いもん、それきっと。ブレーキの調子はそれは嫌やな早言えよ、乗るときに。タクシーあの乗るときにちょっと危な、あのちょっと聞き悪いんやけど乗るとかね、言うてほしいな、それ。いや、無事で何よりや、ほんまや。そうそうそう、大使はね結構するからね、普通きっと。そういうあのちょっとぐらいのことやったらね、だってあのウインカー出てないとかも、ウインカーなんか全然出んとか もう当たり前やし、あのあれもあのこれはもうちょっと前やねんけど、あの床に穴開いてるとかもね結構当たり前やったりとかもしてるからね。そんな中でブレーキの効き悪いって、それブレーキがあのもう効いてないっていうのにどんだけプラスアルファあんのかいう話やもんね、これ。危ないよって言ってて、俺枠の終わりに何か言おうとしてた。何言おうとしてたの、これは随分昔の話やねんけど、言うてたやん。それももう思い出されんわ、もうあかんわ。米ずれだけじゃなくてもう頭もずれてる、いつものように。どうしよう、まあ、どうしよう、もうとにかく歩こう。別にそんな話はいいねん。たまにブレーキ効くっていう場合あるって程度ね限りなくそれに近そう。あ、そうか、ちょっと待てよ、8時か。もうちょっとなんかありそうやから、あ、まだ行けるか。8時やもんな、島の8時15だもんな。またね、ビッグピックで買ってこようと思ってるんですよ、例の。なんでこれなんか映れんかなと思ってるんですけどね、このシムにしてから。頭2個はやっぱりね、これはもうあれですよ、もうデフォルトですよ、もう頭2個は。ビッグビッグで例のそっちなんや。あ、何やろこれ、串ふわ焼きタコ棒、うまそうな店閉まってるな。とりあえずビクビク行こう。シムもね、もう大体の分量分かったんですよ。どれぐらいやったらどれぐらいいうのも大体感覚つかめてきたんで、とりあえずね、今日はちょっとまとめ買い3枚ぐらい買っときます。多分3枚やったら沖縄持つと思うよね。でもな、沖縄ではだいぶハードに使ったのもあるからな。そういえばまあやっぱあれですよね、皆さんあのトゥクトゥク借りて、レンタカー借りてやっぱり見たいですよね。まあ、僕もすごい見たいんだけども、トゥクトゥク意外に高かったんで、乗るの1時間だけでいいですか。もう1時間なんで、ほんまにちょっと走るだけなんやけどね。何あれ、白煙出ますってどういうことや。
なんで白煙出るんや。牛作りたい、作りたいっていうかあれですよね、ほんまにあのトクトクは最大4人乗れるから、あのね、もうこんなんほんまにただのただの話になってしまうんやろうけど、いつか皆さんで乗れたらいいですよね。僕トクトクドライバーやりますよ。後ろにお母さん乗ってたらそれはやばいやろ、それは大阪におるはずやのになんで言う、それ新スポやん、その後ろの座席が、うん、え、あ、これ回すんや、これ下に回したらあかんやん、こうやんな、あ、これ般若心経や、ねえ、マニシャだよね、これね、唱えたことになってるんだって、あ、これ聞き手でやらなあかんのかな、聞き手でやらなあかんのかな、思うか、あ、一回一応って書いてある、一回回したら一回唱えたことがない、三回回さなあかんねんけど、ちょっと回数分かれるなって思った、すいません、よろしくお願いします。ええですよ、トクトク1時間でもね、楽しそうでしょ、楽しそうでしょ、トクトクで新スポ、いや1時間で多分つかないでしょ、あ、これやっぱ不動明王さん、そう、前でした、楽しそうでしょ、みんなで行くのね、楽しそうでしょ、なんかね、女子旅のも出てましたよ、そういえば、なかなか楽しそうなムービーでしたよ、唐突に仏様でしたね、あ、人15冊ちょっとガン回ししてしまいましたね、三振のお姉さん、あ、三振のお姉さん後ろ乗せるのはいいですよね、そんなん後ろから聞こえてきたら俺ちょっと涙がにじんで、ひょっとしたらもう運転できへんかもしれん、よろしくされたんだろうな、聞こえてきた一応ね、もう諸々のことをね、日本語ってなんかそういう便利なとこありますよね、何を、あの、もうもろもろのですよ、もろもろの、もういい、それで海沿いをね、ああ、よしなにとかね、そう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 、そうなんですよやっぱりなとかね、もうあの、なるほどとか、ああいうのないやない、結構あのなんかこうね、ニュアンスがはっきりせえままドーンと全部言いくるめてしまうのね、来ましたよ、またまた来ました、またなるほどね、そうまた龍一さん大風格、あ、どうもね、まあ、どうもはそうよね、ほんまにどうもは、もう漫才師なんかまずそういうとこから始まるからね、もう全体的に一言でまとめたら、とにかく皆さんに挨拶なんでどうもっていうことやもんね、よし、今日はもう勝手分かってるからもうサクサクいけるよ、これはほんまビッグビッグばっかりやな、俺いつもは梅田のこことは違う、難波と違う梅田のヨドバシカメラばっかりと、なんかめっちゃ沖縄の音楽なってる、あれでももう入らねえようになってる、違うんか、違うわ、そういうことでもなかった、ただ単なるドンチキやった、イヤホンのこと調べてくるのは忘れてた、調べよう思って一回ページ開いたんやけどな、その時になんかまた連絡入ったんやな、確か
沖縄ね15日ですよ。そうです、そうです、沖縄15日ですよ。だからこれ3つ言うたらいいんだよな。別に今度3枚持っていく必要ないよね。3枚やったらまあまあそんなぐらいの値段もかかるわ。しゃあない。あ、イヤホン送ってくれるんですね。どうしようかな。とりあえずマイク付きのイヤホンで、のってものすごい大雑把ですけど、はい、じゃあちょっと置きますね。これをね3枚欲しいんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ご利用の際にパスポートナンバーは必要ないんですけどよろしかったでしょうか。あ、大丈夫ですよ、はい、それは、はい、72円、数円あります。あと回線がドコモ回線じゃなく、はい、IIJ の回線、独自回線になるんで、はい、若干スピードが落ちるみたいなんです。あー、ノーマルのほうが、はい、そういう問題、大丈夫です、今使ってるのがそれなんで大丈夫です。はい、ビッグカメラさんのやつも売られてるじゃないですか、はい、あれは回線はどこなんですか。あの純粋なドコモ回線。あ、それはドコモ回線なんですか、はいはい、ちょっと次に考えます、それは。はい、あ、そういえば僕はポイントカードを作ってなかったことが分かったんですけど、前に、はい、その分のこれもらった。あ、これ違う、どこ行ったの。あれ、今日持ってきてなかったかな、これかな。あ、違う、あ、持ってきてなかったな。ちょっとじゃあ今日ポイントカード作ってもらってもいいですか。はい、前の分っていうのはやっぱこういうの持ってこないと簡単にはならないですよね。わかりました、まあ、じゃあ次もってます。一応ケースがちょっと決まっております。はい、ケース切れもちょっと。わかりました、それは一昨日ぐらい買ったやつなんで、まあ、はい、近日中に持ってきます。じゃあお客様情報をすみません、はい、上からお願いいたします。はい、インターネットのワイファイ、ポケットワイファイ、かかる。
電話番号なんですけど、僕海外に住んでるんですよ、はい、それで売っていいですか？あ、海外のちょっと電話番号通らないんで、もしかしたらオフィスかなんかの、まあ、連絡のつく電話番号。そうやな、母親のか、全部揃ったかな。はい。ありがとうございます。
これも使わないですね。今日の分がまだあのお付けできますので、はい、帰りすみません、あの奥の総合案内所の方をちょっとお立ち寄り、あ、そうですか、わかりました。これいつもそういう感じなんですか、はい、あのポイントのつけるのは全部、はい、あ、そっちなんですね、わかりました。あ、じゃあこれ、はい、こちらあと確認の画面になるんですけども、はい、ご住所、名前と間違いないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あと情報 の削除ですみません、ログアウトだけ押していただきます。わかりました。はい、はい、はい、仮に、総合内緒の方でお立ち寄りの方お願いします。ビッグカメラさん、ここ何時までやってるんですか。こちら9時まで。9時まで。あ、わかりました。ありがとうございます。あ、どうもお待たせしました。すいません。ポイントカード作りにだいぶ時間が。総合案内所ってどこなの？あ、通られる。プラットモンさんが Google ホームに、確かに SIM が容量大きいのは、あ、これは買った方が割高は割高でしたね。あのビッグカメラのやつが結構5ギガ10ギガあったんですけど、あれだからドコモ回線だからなんですかね。さっき聞いたところによると、ドコモ回線が安定してるからっていうことで、っていうことなんですかね。アンドロイドは重視は、そうですね、とりあえずカナルでぴったり耳に入るっていうことと、あとはあれですかね、だからまあ遮音性がちょっと欲しいなっていうのと、あとはマイクの性能がいいのってどういうことなんかなっていうことだったんですけどね。眠くなったのでゴロン、あ、リンさんもうだいぶ遅いと思うんですけど、ゴロンとしてください。タオトニクスはもう両方とも安い、かなり安い。これちょっと、あ、デンさんもう落ちてる、で、どうも置いてらっしゃえて、もう遅いな。防水でサンドビーチグリーンコのプレトーン G20、ほほほほほほ、そうなんですね、この辺りがおすすめなんですね。ありがとうございます、フラットマンさん。またちょっと列に並んでて静かになるんですけども、すいません、でもボソボソしゃべる。あ、木村さんだ。じゃあ俺もこれ枠一旦終わろうかな。じゃあ俺続けてた方がいいんかな、どうしようかな。あ、って言ってもタオトロニクスはいい。あ、わかりました。タオトロニクス、じゃあ俺ちょっと今から行って見てきます。そうか、木村さんやってんのか。まあやめてまうん、まあね、やめてまうんっていうのもあれですよかね。木村さんはじゃあ間に合えばということにしようかな。メッシもね、このまんまではちょっと中途半端なんで、もうちょっとは食わんとなみたいな。何やこれ、リチャージャブルニッケルメタルハイブリッドバッテリー、各種バッテリーが全部揃ってんね、かっこいい。
あ、すいません、これポイント、はい、はい、すごい外でしょ、5680円だと書いてあるけど、繰り返し回数約2000回で充電済みで売ってるしかない。こちらご確認の名前いただいてよろしいですか。はい、はい、あ、これですね。はい、こちらポイント加算の控えてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。前のレシートはね、ちょ見つからなかったんですよ。もう一回ちょっと出してみよう。俺前のレシート あれと一緒に入れたんかな。ああるかもしれん。そうということはちょっとどっか、ジンさんナイスナイスアシスト。また前のレシートのことも忘れてた。エネループっていうブランド名残してほしかった。エネループそういうブランド赤字、あ、ほんまや赤字や。どっかとりあえず上がって人の俺のとこでやろうかな。エネループかっこいいよね。確かにエネループでも僕は実は初めて聞いてしまったんやけども、エネループかっこいいな名前。前のレシートやな。前のレシートはパレッツメカ、あ、抜いたかもしらんな。どうやろう、入っててくれたらええねんけどな。変に俺がいつも変に俺がカバンの整理をせずにほっぽらかしにしてたらいけんねんけどな。今日のね昼までは持ってたんですよ。あの多分ですけどね。ビッグカメラでラッテンフォントのカメラにひょっとして、あ、やっぱ椅子や。オッケービッグビッグナイスやぞ。ちょっとじゃあ一回とりあえず切ります枠を。店員さんがおるから枠切るとかあまり言われんかったんですけど、一回切ってもう一回ちょっと始めたいと思います。って言ってもすぐ始めるかどうかちょっとわからないです。ひょっとするともうちょい後かもしれません。まあ、とりあえずもう一枠はどっかでやるので、はい、それでは皆さんありがとうございます。まあ、とりあえず一旦ご挨拶ということで、ヒラリンさん、ミーナさん、ジンさん、ありがとうございます。で、フラットマンさんもと、ひよこくさんありがとうございます。すいません、デンさんは落ちられたかな。リンさんももう聞かれてないかもしれないな。ありがとうございます。とりあえず、はい、あ、フラットマンさんも、はい、お仕事頑張ってください。皆さんも、はい、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当に、はい、それではちょっと一旦切りますね。またまたお会いしましょう。ビッグ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 カメラ。